私たちがこれから取り組まなければいけないことではないかなと思っています。続いては、休校中で生徒が帰省し、閑散とした寮で取材に応じてくれた近畿大学附属高校相撲部の谷岡幸四郎さん。今年初めて指導者として監督としてのインターハイだったので、どういった形でも開催してほしいな、してほしかったなっていうのが率直な思いですね。谷岡監督は大学4年生だった去年、アマチュア相撲日本一に輝き、今年から指導者に転身。5年前までは自らもインターハイに出場し、選手の立場でもその魅力を実感した一人です。自分自身も3年生の時にはインターハイで優勝したかったので、最終学年の3年生の思いを考えると、何とも言えないというか、残念だなって、かわいそうやなって言いますね。インターハイ以降にも学校が試合があったりするし。